皆さんはこれまでに海外に対してここがすごいなぁと思わず感動してしまったというエピソードはありますか？街並みや風景、自分とは違ったスタイルを持った人たちなど、いいなぁとふと思ったことが一度くらいはあると思います。今やワールドワイドに活躍している大人気 K-POP アイドルグループの BTS は、自国である韓国のみにとまらず世界中でコンサートを開催してきました。数ある世界公演をしていく中でも、特に日本に対してメンバーたちが口を揃えてやばいと感動したことがあるんだそうです。では BTS メンバーが日本に対してどのようなことに感動したのでしょうか。今回はそのことについて詳しくご紹介していきます。日本と韓国といえば、過去の歴史や領土問題があるために近くて遠い国とも呼ばれているほど複雑な関係を今でも持ち続けています。感覚として、日本人があからさまに韓国人を嫌っているというイメージはあまりありませんが、韓国では幼い頃に反日教育を受けていたり、今でも日本に対して良いイメージを持っていないご年配の方がいるということも事実ではあります。しかし現代は若者を中心に日本のアニメや音楽、韓国からは K-POP や韓国料理、韓国ドラマなど様々な文化交流が行われるようになり、親日と呼ばれる日本を大好きな韓国人も多くなってきています。そんな中、 BTS メンバーたちもまた親日と思えるようなエピソードがいくつか存在するのです。コンサートの日本公演のために来日するだけでなく、プライベートで日本旅行に訪れたメンバーもいます。例えばテテは2017年10月頃、家族でユニバーサルスタジオジャパンを訪れたことがありました。リーダーの RM は2018年の休暇中に家族で京都を訪れていたようで、そこで撮影したと思われる写真をツイッターにていくつかアップしてくれました。同年の11月4日のツイートでは、鹿2頭と RM のスリーショットが添付されていて、奈良公園に訪れたことも報告しています。さらに2017年にはジョングクとジミンがお忍びで東京旅行をしたことも有名な話ですよね。大胆にも2人で原宿を訪れたり、ディズニーランドでたくさん楽しんでいる様子も見られました。2人はこの旅行中、道に迷った時、近くにいた日本人に道を尋ねたようです。その時に自分たちの正体がバレたそうですが、その日本人は道を親切に教えてくれただけでなく、プライベートであることを説明し、撮影を断っても快く承諾してくれたことに感動したそうです。中でも驚いたのが、最年長のジンが家族で岩手県にある安比高原スキー場を訪れてスノボーを堪能したというエピソードです。安比高原スキー場のゲレンデは雪の質が良く、 5.5 キロのロングコースがあることでも有名だそうです。興奮気味に語ってくれたジンはよっぽど楽しんだのでしょうね。実は過去に BTS は反日なのではと思われるエピソードもあったみたいですが、それは事実ではなく、 BTS メンバーも日本に対して大好きという感情がこれまでのエピソードからよく伝わってきますよね。このようにプライベートでも日本に関心を寄せている BTS メンバーですが、メンバー全員が口を揃えて言うほど日本に感動した出来事があったんだそうです。それは何かというと、日本人アーミーのコンサートのマナーに関してです。皆さんは韓国やアメリカなどのコンサート風景を見たことはありますか？盛り上がる曲の時にはファンたちが大きな声で歓声を上げたり、バラード曲になるとアーティストと一緒になって大合唱したりしている場面をよく見かけますよね。日本人である私たちからすると、その光景に圧倒されて場の雰囲気に飲み込まれてしまいそうになるくらい、いい意味で衝撃を受けてしまうと思います。逆に日本でのコンサートはというと、全部のコンサートがそうとは言い切れませんが、大抵はアーティストが登場した時に一気に歓声は上がるものの、基本的に静かに鑑賞しペンライトを振ることで応援するというシチュエーションが一般的ではないでしょうか。
BTS のメンバーたちはこのシチュエーションに驚き感動したと語っていたのです。日本のファンのマナーの良さを汲み取って、コンサート内で予定されていたトロッコ演出の際にファンとトロッコの距離を近づけたというエピソードもありました。実はこのトロッコ演出に関しては主に韓国と日本公演のみ取り入れてきた演出だったようですが、ある年に海外でも取り入れてみたところ、観客席から物がいくつも投げ込まれるという事態が発生してしまったのです。当然のことながら BTS メンバーの安全を考慮することが優先されるため、この事態のままでは海外公演でのトロッコ演出はなくなってしまうのが妥当な判断になってしまいますよね。日本や韓国のアーミーたちはトロッコがあってメンバーたちと近くて羨ましいといった声も上がりますが、トロッコ演出をしてほしいならば日本や韓国アーミーのマナーを見習おうといった声も上がっていたそうです。また日本公演での感動エピソードが詳しく語られていたのが、2021年6月18日に日本テレビ系で放送されたミュージックブラッドに BTS がゲストで出演した時のことです。この番組内でシュガが日本公演で見たファンの姿に鳥肌が立つほど感動したというエピソードを話してくれたことが話題となりました。この日 MC である俳優の田中圭さんと BTS メンバーたちはリモートで対談をしていました。その中で田中圭さんがメンバーたちに、あの時のライブ覚えてるなとか、印象的なコンサートはありましたかという質問を投げかけると、シュガが、僕がすごく覚えているのは日本のスタジアム公演です。世界各国で公演の観覧の仕方が違うんですけど、日本は静かに見る傾向があります、と話し始めました。するとシュガは続けて、その日は雨も降っていて、もう何でもいいやっていう雰囲気でした。日本のファンの皆さんがアイドルの後半のダンスブレイクの時、踊ったりジャンプしたりする姿を見て鳥肌が立ちました、と語ったのです。マナーよく静かに鑑賞してくれる日本人ファンにもともと感心していたものの、この日は殻を破ったかのように一緒になって踊ってくれた日本人ファンの姿にさらに感動を覚えたというシュガのエピソード。これには視聴していた日本人アーミーも嬉しく思ったことでしょう。BTS はデビューしてから9周年を迎えた2022年6月13日と翌日14日の夜9時に YouTube チャンネルのバンタン TV にて BTS 2022 BTS フェスタというバンタン会食の動画を公開しました。この動画は約1時間にもわたってメンバー7人が食事をしながらトークをしている動画となっていました。この会食の中で BTS はしばらくソロ活動に専念することを発表しましたが、字幕表記の関係で BTS は活動休止するという誤解された情報が出回ってしまい、後日にメンバーたち本人も困惑する事態となってしまったのです。実はこの会食動画がアップされてから数時間は日本語字幕がなく英語表記が主体となっていました。韓国語で挨拶をしていた彼らの言葉を英語訳すると、ニュアンス的に活動休止をするという内容に聞こえていたのか、さらには泣きながら話すメンバーたちの雰囲気も相まって余計に誤解を生んでしまったようでした。しかし日本のニュース記事は BTS が活動休止してしまうのではなく、ソロ活動に専念する期間に入ると後に正しい情報を公開していたのです。正確に情報を伝えてくれた日本に対して海外アーミーからも称賛の声が上がりました。翻訳の仕方一つでも誤った情報を流してしまうことになるということがよく分かった経験でしたよね。今回は BTS が日本に感動したエピソードについてご紹介しました。世界で活躍している BTS メンバーだからこそ分かる日本の一味違った雰囲気。これからもマナーを守ってメンバーたちが安全にコンサートができるように環境を整えてあげたいものですね。また BTS メンバーたちがプライベートでももっと日本を好きになってもらえたら嬉しいなと思います。それでは次の動画もお楽しみに。ボラヘー。